マイソール王国は、14世紀末から20世紀中頃に、かけて、南インド、現在のカルナータカ州のマイソール地方に存在した、ヒンドゥ王朝。首都は、マイソールと、シュリーランガパトナ。マイソールを首都に置いたためこの名がある。その歴史の多くを、ヒンドゥのオデア朝が治め、1760年以降に、ムスリム支配に置かれ、1799年より、 イギリス東インド会社の支配下となり、オデヤ家に戻り、マイソール藩王国と呼ばれた。マイソール王国の王家であるオデヤ家は、14世紀末頃から、ゲンカルナータカ地方に存在し、ビジャヤナガル王国の領土拡大に伴いその進化となり、その封建国として存続した。しかし、1565年、ビジャヤナガル王国が、ターリコータの戦いにおいて敗北した後、 次第に独立の動きを見せ、事実上反独立の立場を取った。1610年、ビジャヤナガルオーベン方2世の治性ラージャオデア1世は、ビジャヤナガル王国からマイソール王国の独立を宣言して、首都マイソールからその近郊のシュリーランガパトナに、戦とした。18世紀後半、 王国のムスリム軍人ハイダル・アリーとその息子ティプー、スルターンが政権を握り、王権は外来化した。また、彼ら二人が主導したマイソール戦争はおよそ30年、続いたが、結果的に敗れ、マイソール王国はイギリスに従属する、反王国となった。イギリス領インド帝国の支配下で、間接支配のもと、反王家は、インド独立までこの地域を治めていた。 その間、メイクン・クリッシュナラージャ4世の統治により、反王国は近代国家並みに繁栄した。1399年、ヤドゥラーヤはカルガハリのナーヤカであるデラボーイー、マーラナーヤカを殺害し、マイソールの支配権を奪った。これにより、彼はこの地に支配権を確立し、マイソール王国が建国された。主家であるビジャヤナガル王国では混乱が絶えず、 1486年に、サールバ・ナラシンハデー・バラーヤが、王に推挙され、サンガマアサからサールバ・アサに王朝が交代した。だが、1505年には、サールバ・アサからプルバ・アサに交代し、散脱したビーラ・ナラシン・ハラーヤも1509年に、死亡し、その弟のクリシュナ・デー・バラーヤが、ビジャヤ・ナガル王となった。チャーマ・ラージャ3世の治世は40年にも及び、その間に、 首都マイソールには、城塞が建設された。また、彼は、ビジャヤナガル王国の君主クリシュナデーバラーヤに、自身の娘を嫁がせ、1520年のライチュールの戦いにも参加している。しかし、キンマラージャ2世の治世、1565年に、ビジャヤナガル王国が、ターリコータの戦いにおいて、デカンスルターン・朝の軍勢に敗北した後、次第に、 独立の動きを見せ、事実上反独立の立場を取った。弟のチャーマラージャ4世はその地性ビジャヤナガル王国から派遣され、駐在していた施設や朝税官をマイソールから追放し、その独立性を強めた。1576年11月、チャーマラージャ4世が死ぬと、チャーマラージャ5世が王位を継承した。 しかし、1578年12月26日、チャーマラージャ4世の息子ラージャオディア1世に敗れ、アンカナハリリッと追放された。1610年2月8日、ラージャオディア1世は、シュリーランガパトナを、ビジャヤナガル王国の長官から奪取した後、マイソールからシュリーランガパトナへと戦闘し、王国に対して、独立を宣言した。ナラサーラージャ1世。 ナラサー・ラージャ一世の知性、マイソール王国は、同じように、ビジャヤ・ナガル王国から独立したマドゥライ・ナーヤカ町や、ケラディ・ナーヤカ朝といった、ナーヤカ町などと争い、その領土の征服に成功している。また、ナラサー・ラージャ一世は、首都、シュリーランガ・パトナに、城壁、貨幣鋳造所、火薬庫を建造する一方、カーベリ側からの用水路を複数作り、 周辺地域の農業開発を進めた。だが、17世紀、デカン地方のビジャープル王国が、ビジャヤナガル王国など南方諸国を攻撃し、1639年1月に、マイソウル王国の首都、シュリーランガパトナは、ビジャープル王国に包囲された。1649年、主家であったビジャヤナガル王国が、 ビジャープル王国に攻め滅ぼされると、ナラサーラージャ一世はその最後の王シュリーランガ三世を支援している。後に、シュリーランガ三世がマイソール王国に亡命してきた際も、王国は亡命を受け入れている。しかし、その意図ほどたデーバラージャの知性、ケラディナーヤカアサの大軍が、首都、シュリーランガパトナを攻撃したが、マイソール王国は撃退している。後、 ケラディ・ナーヤカ・朝には功能を命じている。チッカデーバ・ラージャ17世紀後半、その息子チッカデーバ・ラージャの知性に、それまで在地の連合政権の性格を見せていたマイソール王国の中央集権化が進められ、王権の強化が行われた。また、その知性を通して、マイソール王国はナーヤカ・朝などと争い領土を拡大し、 デカンで強情を誇っていたマラータン王国の王、サンバージーが1682年に国境に攻めてきたが、これを撃退している。だが1689年にマラータン王国のサンバージーが死亡し、マラータン勢力が軟化すると、マイソール王国の領土はマラータン勢力によって荒らされた。その後、マイソール王国は積極的に、 帝国軍に協力したため、1687年に帝国がタンジャーブール・マラータ王国からバンガロールを奪った際、同地を報道として与えられた。だが、同年7月10日に実家で言えばラージャはタンジャーブール・マラータ王国に対し、このバンガロールの領土の対価として30万ルピーを支払い、同地を購入する形を取った。その後、 その息子ナラサーラージャ2世の治世、1707年に皇帝アウラングゼイブが死亡し帝国が衰退していくと、ムガル帝国の広大な領土は徐々に解体された。その過程で1713年にカルナータカ大使が独立して、地方政権が成立するなど、南インドはこれらをはじめとするいくつかの地方勢力が、 分立する形となり、マイソール王国もその主権から離れていった。ハイダル・マリー17世紀、イギリスはマドラスに、フランスはポンディシェリーに、それぞれ南インドに確立し、18世紀になると、植民活動に乗り出そうとしていた。1740年以降、カルナータカ地方政権で内紛が起こり、イギリス、フランスや現地勢力の争いと結びつき、 1744年には、南インドでは、以降3時にわたるカーナティック戦争が勃発した。マイソウル王国も、この戦争に参加し、第二次カーナティック戦争以降、王国のムスリム軍人であるハイダル・アリーが活躍した。第二次、第三次カーナティック戦争では、ハイダル・アリーは、王国の軍司令官の一人としてその天才的な、 軍事才能を発揮し、マラーター同盟やニザーム王国との戦いを有利に進めた。マイソール王、クリシュナラージャ2世は、ハイダル・アリーを徴用し、1759年に、ダラバーインに任命した。ハイダル・アリーの身長に対し、1760年8月22日に、マラータン王国と結んだ反ハイダル・アリー派オは政変を起こした。彼らは、 ハイダル・アリーを失脚させた後、シュリーランガ・パトナから追放した。だが、間もなく、ハイダル・アリーは勢力を盛り返し、翌1761年6月には再び、王国の実権を握った。クリシュナ・ラージャ2世はこれを認めざるを得ず、彼を、サルバーディカ・アリーに任命した。同年、ハイダル・アリーは、世俗君主の称号。 スルターンを名乗り、ムガル帝国の皇帝シャア・アーラム2世にも認可を受け、その正当性を確保した。一方、旧王家のお出焼けは、クグツの地位に落とされ、クリシュナラージャ2世の死後、ナンジャラージャ、チャーマラージャ8世、チャーマラージャ9世が、要配立された。ながらの城西1763年3月、ハイダル・アリーは、ケラビ・ナーヤカ・アサを滅ぼし、アラビア海に面した。 必ず地方の併合に成功した。彼はこの王朝の首都であるビダヌールをハイダルナガルと改名し、シュリーランガパトナに代わる自身の拠点とした。ハイダル・アリーはビダヌールをハイダルナガルと解消し、王国の首都、シュリーランガパトナとは別の自身の拠点として重視した。1764年、彼は王国の県知事らを招集したが、その集合地は、 ハイダル・ナガルであった。同地には、貨幣鋳造所が設けられ、ハイダル・アリーの名を冠した、ハイダリー・パゴダという金貨が鋳造された。ハイダル・アリーは軍を西洋式にするなどの近代化を進め、行政機構の中央集権化を進めた。その一つに、ザミンダールによる、徴税受け負い制を徐々に廃止、国家による直接徴税を行い、 税収の増加を目指そうとしたことが挙げられる。また、ハイダル・アリーは宗教に比較的に寛容であり、彼の最初の最小をはじめ文官、軍の指揮官や兵士ほとんどはヒンドゥー教徒だった。さらに、ハイダル・アリーは、マイソール王国の領土の拡大を目指し、1763年3月に、ケラディナーやカ・アサを滅ぼし、ケイララ地方にも侵略し、1766年、 ザモリンのカリカットを落とし、1767年初頭には、トラバンコール王国に侵入し、急速に、南インドに領土を拡大した。また、シュリーランガパッタナやバンガロールなどの拠点にはそれら、官営の作業場を増設し、軍が使用する銃や、大砲の一部の製造を官営作業場で製造した、ため、長期的な戦争が可能となった。このように、 マイソール王国は南インドにおいて最も強制を誇ったが、当時第三次カーナティック戦争終結後に南インドにおいて優位だったイギリスとの対立を不可避にした。また、デカンのマラーター同盟やニザーム王国などもマイソール王国の南インドにおける進出を脅威とし、イギリスと協力関係を結ぼうとした。一方、ハイダル・アリーもまた、フランスとの同盟を利用し、 軍事顧問を受け入れて、イギリスに対抗し得る援助を得て、軍事的な近代化を目指した1780年のマイソール王国の領土。ハイダル・アリーは一代で、ビジャヤ・ナガル王国の丘陵に相当する地域を王国の半都とした。ハイダル・アリーは、以前より、カルナータカ大使のムハンマド・アリー・ハーンがイギリスと同盟して、マドラスを使用させていることに不満であった。その上、 デカンのマラータン王国やニザーム王国などがイギリスと協力関係を結び、マイソール王国の近隣を取り巻いていることも不満だった。そして、1767年8月、マイソール王国は、ニザーム王国との同盟締結後、カルナータカ大使の領土に侵攻し、第一次マイソール戦争が勃発した。イギリスは、マラータ王国やニザーム王国と共に戦ったが、 マイソール王国も近代化のために力をつけており、1769年3月に逆にマドラスを包囲され、同年4月3日にマドラス条約を結んで一時停戦した。マイソール戦争後、ハイダル・アリーは再びマラータン王国と争いを始めた。マラーター軍はハイダル・アリーを正当するため、1770年1月にマイソール王国に侵入し、 1771年3月に、首都、シュリーランガパトナを包囲するなど窮地に立たされた。だが、マラーター王国最小、マーダブラーオの病状悪化もあり、1772年6月に、両国の間には僕が成立した。同年11月、かねてから、病状の悪化していたマラーター王国最小、マーダブラーオが死に。 それ以降最小位をめぐって、マラーター王国が混乱すると、ハイダル・アリーは、対外遠征を再開した。デカン高原南部のマラーター王国の領土に、侵攻して、1776年3月15日には、マラーター諸行、ゴールパデイ家の拠点グッティを占拠した。これにより、マラーター王国の財務大臣、ナーナー・ファドナビースは、兵を派遣し、マイソール側と、 全面的に争った。だが、1777年1月8日に、マイソール側が、ダーラバーダ付近の海戦で、マラーター軍に勝利するなど、マラーター側は、分が悪かった。その上、1778年3月に第一次、マラーター戦争中に、イギリスが全最小ラグナートラーオに援軍を送ると、ナーナーファドナビースは、兵を引き返した。その一方、 1774年に、マイソウル王国は、ケイララ地方のコーチン王国と、トラバンコール王国に家臣として、貢ぐように進め、1776年8月までに、コーチン王国の北部を占領した。さらに、1779年3月に、マイソウル王国は、チトラドゥルガナーヤカーサを、5月27日にカダパノ、ナワーブを滅ぼし、新たな領土を獲得した。 このように、マイソウル王国の領土は1770年代を通して拡大した。ハイダル・アリー1779年、イギリスがフランスから、ケイララ地方の都市、マーヒを奪うと、軍事的にも重要だった、この地が奪われたことで、南インドにおけるイギリスの脅威が増し、マイソウル王国との対立が再燃した。一方、 第一次マラーター戦争は依然といて続いており、ラグナーとラーオとの戦いで不利になったなぁなぁ。ファドナビースは、1780年2月7日に、マイソールのハイダル・アリーと反栄で同盟するところとなった。かくして、ハイダル・アリーは、イギリスの脅威に対して、マラーター王国、ニザーム王国と同盟し、1780年5月28日に、イギリスの領土に攻め入った。 マイソウル軍は8月にマドナスを包囲し、11月3日にはアルコットを占領した。だが、1781年7月1日、ハイダル・アリー率いるマイソウル軍は、ポルトノボでアイル・クートが率いるイギリス軍に敗北したが彼は、その軍事的才能によって、戦況を覆すことに成功したものの、1782年5月になあなあ、ファドナビースは、 イギリスとのコ和条約、サールバイ条約の締結を承認し、第一次マラーター戦争を終わらせた。これは、マイソール王国との名約を破ることであったが、ハイダル・アリーは、第二次マイソール戦争を続行した。第二次マイソール戦争中の1782年12月7日、ハイダル・アリーは、第二次マイソール戦争中に、アーンドラ地方、 チットゥール付近ナラシンガライヤンペートの陣営で死亡した。ハイダル・アリーの死後、その息子ティプー・スルターンが父の地位を継承し、新たな支配者となった。それはマイソール王にも認められたものであった。ティプー・スルターンもまた父同様に有能な選手であり、その武勇からマイソールの虎とも呼ばれた。彼は第二次マイソール戦争を イギリス相手に有利に戦い、1784年3月11日に、マンガロール条約を結んで戦争を終わらせた。ティップ・スルターン・フランスをもとに、軍の近代化、行政機構の中央集権化及び行政区画の再編を進め、土地制度や司法制度、平成の改革を行い、新たに併合した領土の統治に力を入れ、マイソール王国の国力の向上を目指した。 ティプー・スルターンは父、ハイダル・アリーが行った産業振興をさらに活性化させようとし、養蚕や絹織産業を育成した。首都シュリーランガパッタナやバンガロールなどの拠点には、官営の作業場を増設し、外国人の職人を専門家として招き、国家が中心となって、インドに近代的な産業を起こそうとした。ティプー・スルターンは、 ジャーギールを与える観光を廃止し、国家による直接徴税を徹底化し、徴税における中間介在者を排除しようとした。彼は一部地域において存在した世襲の在地役人を原則として廃止することを決定し、それらの領地を没収して従わない場合は殺害することもあった。 これらの土地には代わりに、定額給与を受け取る国家の役人らが任命された。しかし、工作民に課した地祖は、同時代のムガル帝国、マラーター同盟などと変わらず、その額は生産物の3分の1に及んだ。とはいえ、直接徴税化により、在地領主の不法な付加税の徴収には、歯止めがかかり、免税にも、積極的であった。インド総督であったジョン・ショアは、 彼の支配地の農民はよく庇護され、彼らの労働は奨励され、かつ正当な見返りが保障されているとし、また別の人物はよく工作されており、勤勉な住民に溢れ、町は新しく作られ、商業が発展しつつあると記している。ティップースルターンは、父同様に広い国際視野を持ち、 イギリスと対立していたフランスは元より、トルコのオスマン帝国やアフガニスタンのドゥ・ラーニー・アサ、アラビア半島のオマーンに使者を送り、イギリスに対しての同盟を持ちかけていた。フランスに送った施設は宮廷に赴き、ルイ16世と越見している。また、各地とも交易を行い、イラン、アラビア半島のオマーン、トルコ、ビルマのペグなど、さらには遠く、 中国とまで交易を行った。第三次戦争によって没収されたマイソール王国の半としかし、1785年以降、ティプースルターンは、デカンのマラータ王国やニザーム王国と、再び争うようになった。かつてのナーナーファドナビースの裏切りにより、マイソール王国とマラータ王国の対立は終わらなかったのである。1787年2月14日、 ティプー・スルターンとナーナー・ファドナビスとの間では僕が成立したものの。それでも、ナーナー・ファドナビスは、マイソウル王国の脅威を恐れ、ニザーム王国ともに警戒に当たり続けた。また、イギリスも南インドの植民地計画を進めるようになり、マイソウル王国の領土分割を狙う勢力は、イギリスに加担した。 1789年12月、ティプー・スルターンが、ケーララ地方を侵略し、トラバンコール王国と交戦状態となったが、それが、第三次マイソール戦争の火種となった。1790年5月24日、イギリスはそれを口実に宣戦線して、マイソール領に侵攻し、6月1日に、イギリス、マラーター王国、ニザーム王国の三者同盟が成立した。 一方、フランスは、前年のフランス革命により、兵を出せず、オスマン帝国は、ロシアとの戦争により、イギリスと結んでおり、マイソール王国は、不利を強いられた。さらに、1792年2月6日から2月24日に、かけて、マイソール王国は、イギリス、マラータ王国、ニザーム王国の軍に、シュリーランガパトナを包囲され、 マイソール王国軍は2万人の死者を出した。そして、3月18日ティプースルターンは、敗北を認め、シュリーランガパトナ条約を結んだ。彼は、トラバンコール王国、コーチン王国などを除くケイララ地方全域をはじめと、するマイル王国の約半分の領土と、多額の賠償金の支払いを約束し、その保証に2人の息子を人質として差し出さなければ、 ならなかった。ティップー・スルターンの姉妹ソウル王国は、第三次マイソウル戦争により莫大な損害を被り、ティップー・スルターンは、省庁の統合、軍政の見直しなど改革を行った。また、各地に、繁栄同盟の施設を送り、ヨーロッパで台頭してきた、フランスのナポレオンと結ぼうとした。1797年、ティップー・スルターンはそのために、 フランス領モーリシャスに施設団を派遣し、フランス軍へ援軍の要請を行った。だが、これは、モーリシャス諸島に、フランスの大軍が常駐するというご情報を信じて踊らされただけであり、その目的は達成されなかった。それだけではなく、イギリスにも、海戦の口実を与える結果となってしまった。1799年2月、イギリスは、 マイソール側がフランスに援助を求めたことを条約違反としてニザームと連携して王国領に侵攻し第四次マイソール戦争が勃発したフランスの援軍が到着する前の先制攻撃であったマイソール王国は交戦したもののイギリス軍に敗北し続け同年4月5日にイギリスとニザームの軍護マンにより首都シュリーランガパッタナを包囲された ティップー・スルターン率いるマイソール王国軍3万は1ヶ月にわたり交戦したものの5月4日の総攻撃でティップー・スルターンは戦死しシュリーランガパトナは陥落、占領されたその後シュリーランガパットナは占領され5月13日にマイソール軍は降伏しイギリスはマイソール全土を支配下に置いたこれにより 30年以上にわたるマイソール戦争は終結し、イギリスの南インドにおける派遣が決まり、インドの植民地化がまた一段と進む結果となった。また、マイソール王国が制圧されたことにより、19世紀、イギリスは内紛の多かったマラーター同盟に介入し、中断していたマラーター戦争を再開して、第二次マラーター戦争と、 第三次マラーター戦争へとつながっていった。第四次戦争によって奪われたマイソール王国の、ントマイソール王、ティプー・スルターンが第四次マイソール戦争で戦死した。後、イギリスは、ティプー・スルターン一族の王位継承を認めず、おでや朝を復活させることにした。1799年6月30日に、洋首クリシュナラージャ3世は、マイソールにおいて、 即意識を挙げ、王位を継承した。同年7月8日には、イギリスとの間に、軍事保護条約が締結され、マイソール王国は、反王国となった。それは必要に応じて、イギリスが内政権を接収することができるという、非常に従属性の強いものであった。また、戦後に、マイソールの領土は、イギリスと、マラーター王国、ニザーム反王国に割上され、 その領土はほぼ半分になった。一方、ティプー・スルターンの一族は、ベールールの城に住むこととなり、そこで、年金生活を送っていた。しかし、1806年7月に、ベールールで、シパーヒーラがイギリスに対して、反乱を起こすと、ティプー・スルターンの息子をはじめとする一族の者が、反乱に参加している。反乱が失敗した後、彼らは捕らえられて、 カルカッタへ連行された。1831年10月3日、イギリスはマイソール藩王国内で農民反乱が起きたことを理由に、これを統治貧乱として内政権を接収し、その領土は事実上イギリスの管理下に置かれた。その後はずっとイギリスが任命するコミッショナーがバンガロールを行政中心地として統治し続けた。 クリシュナラージャ4世1868年3月27日、クリシュナラージャ3世は死亡し、孫で養子のチャーマラージャ10世が半王位を継承したが、イギリスは内政権を返還することはなかった。だが、1881年3月25日に、先王の代より長らく、イギリスに奪われていた内政権が返却され、チャーマラージャ10世は、 半王国の内政権を行使できるようになった。1894年12月28日、チャーマラージャ10世が死亡したことにより、その息子クリシュナラージャ4世が半王位を継承した。このクリシュナラージャ4世は近代化の大切さを知っていた名君であった。首都マイソールにマイソール大学などの教育施設が開設され、20世紀に マイソール藩王国はインドにおいて他の藩王国やイギリス直轄量よりも高い教育水準を誇っていた。また、1910年代には大臣モークシャ・グンダムビシュベーシュバライアを用い、自身の名を冠したクリシュナラージャサーガラダムを建設するなど考え事業にも乗り出した。その統治期間の間、平均識字自立や社会発展の面では、 イギリス領インドよりもずっと進んでいて、かなり近代的かつ、能率の高い行政を行っていた。1940年8月3日、クリシュナラージャ4世は死亡し、おいで養子のチャーマラージャ11世が継承した。そして、1947年8月15日、インドパキスタン分離独立時、マイソール藩王国は、帰属先をインドとし、その領土は、 マイソウル州となった。1973年11月以降、このマイソウル州はカルナータカ州として再編された。マイソウル派王国だった地域は、現在もインドにおける経済と技術進歩の最前線として、意向を保っている。ありがとうございます。